皆さんこんにちは、ボーカリストのケンです。明日からですね、いよいよレハロ音楽祭の稽古が始まるんですが、たった今バードイシュルに到着しました。でですね、今2ヶ月間契約してですね、お家に今もう着いたんですが、せっかくなんで今日はちょっとルームツアーっていうことで、2ヶ月間住むこのお家を皆さんにご紹介しようと思います。それではどうぞ。まずですね、部屋に入ってすぐクローゼットがあります。黒くて大きくてかっこいいです。で、右手に洗面所ですね。まあ一人で住むんで全然これぐらいコンパクトな部屋で大丈夫です。こんにちは。でですね、メインのお部屋に、まっすぐベッドがドーンとあって、このベッドすごく大きいですね。キングサイズで、なんかバードイシュルの絵も飾ってあってすごく可愛いです。バードイシュルって結構夏は暑くなるんでね、扇風機もあって、これはなんだ、ソファー、なんとかチェア、リクライニングチェア、で勉強机みたいな、ちょっとした机もあって、でテレビも一応ありますね。まあ多分見ないと思うけど。でここが窓ですね。窓オープン。眺めいいですね、すごく。やっぱバードイシュルすごい自然が豊かなのでとっても綺麗です。でここにはコーヒーとかが置いてありますね。なんか全体的に家具が黒で統一されてて、個人的にすごく嬉しいです。で電子レンジで、ここはもう本当に超簡素なキッチンですね。冷蔵庫もあります。でですね、このお家の一番の目玉、ここにですね、バルコーンってなんて言うんだっけ、バルコニーがあるんですよ。バルコニーオープン。おお、ちっちゃいけどバルコニーあるっていいですよね。ちょっと行ってみます。よいしょ。このバルコニーからの眺めが、ということでですね、明日から音楽祭の稽古が始まるんですが、劇場で練習するのは実に1年ぶりぐらいでですね、本当に今から楽しみです。でこのバードイシュルっていう街もですね、すごく綺麗な街で、
あとさらに電車でちょっと行くと世界遺産のハルシュタットっていう街もあってですね、あとバスでザルスブルグにもすぐ行けて、そういったオーストリアのすごく綺麗な風景もですね、また動画で皆様にお楽しみいただければなと思っています。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。